それはまだ天皇陛下が幼少の頃、1965年のことだった。当時5歳の天皇陛下は、家族と共に軽井沢の離れ山を初めて登った。この山は静養地として皇族が訪れることが多く、緩やかな山道が続くため、親子で手軽に登れる場所として親しまれていた。澄んだ空気の中、幼い足で一歩一歩進んでいく陛下の姿は、いつの日か日本の名峰を次々と踏破するその始まりであったのだ。1979年の夏、成長した天皇陛下は、ついに日本の象徴ともいえる富士山に挑んだ。壮大な山彼に向かい、天を突くような斜面を歩み続け、頂上からの眺望を初めてその目に収めた時、彼の中に湧き上がった感動は言葉に尽くせないものだったに違いない。その後も天皇陛下の登山歴は続き、1980年、1985年、そして2016年には、奥穂高岳に挑む。この山は標高3190メートル、日本アルプスの中でも険しい山々の一つだ。険しい岩場や急な尾根を越えるたびに、陛下は自然の偉大さとともに、自らの体力と意志を試す喜びを感じた。風の音、鳥のさえずり、そして足元を流れる小川のせせらぎ、その全てが彼の心に安らぎを与え、同時に挑戦心を燃え上がらせた。1982年、天皇陛下は剣岳へと向かった。この山は日本で最も難しい山の一つと言われ、登山者にとっては挑戦の象徴でもある。険しい岩場や急な崖が続く登山道は、一歩のミスが命取りになるほどだ。しかし、その厳しさが逆に陛下を引きつけた。1995年にも再び剣岳を登ることで、その挑戦への意欲を再確認したのだった。天皇陛下の登山歴はこれで終わらない。これまでに170回以上もの登山を経験しているという。日本百名山のうち、半数以上を踏破し、その健脚ぶりは広く知られている。山登りの中で培った忍耐力と自然との一体感は、彼の人生にとってかけがえのない財産となったのだ。雅子さまもまた、自然と共に歩む人生を歩んでいる。彼女が初めて山に挑んだのは、中学生の頃、白馬岳だった。標高2932メートルにそびえるこの山で、彼女は初めて自然の厳しさと美しさを肌で感じた。この経験が、後に夫となる天皇陛下との登山の興味へとつながっていった。それは1994年の初夏のこと。天皇陛下と雅子さまは、初めての登山デートとして奥多摩の高水三山に向かった。奥多摩の自然はまだ新緑の息吹に包まれており、木々は柔らかな緑色に輝き、空気には清々しい春の香りが漂っていた。その日、二人はいつもとは少し違う時間を過ごすことを決めていた。陛下は雅子さまに今日はゆっくりと歩こうと言った。二人はせかすことなく、自然のリズムに合わせるようにゆっくりと歩みを進めた。途中、小さな花を見つけては立ち止まり、野鳥の鳴き声に耳を傾け、共に自然の美しさに感嘆した。雅子さまは、参道に立つ陛下の姿を見ながら微笑み、こうして自然の中で過ごすのは、特別な時間ですねと静かに言った。それに対し、陛下は穏やかな笑顔を浮かべ自然は私たちに多くのことを教えてくれますと応じた。道中、急な上り坂に差し掛かると、雅子さまは少し息を切らして立ち止まった。陛下はそんな雅子さまに手を差し出し、優しく支えながら一緒に歩き続けた。無理をしないで、ゆっくり登ろうと陛下は声をかけ、二人はお互いに声を掛け合いながら、少しずつ頂上を目指していった。このゆっくりとしたペースは、単なる山登りを越えて、互いを気遣う心の交流を深める大切な時間となった。また、1998年の那須岳での登山は、二人にとっては忘れられない経験となった。この時、那須岳の山道は思った以上に険しく、霧が立ち込め視界が悪かった。二人はそれでも決して焦ることなく、慎重に足を進めていった。途中、滑りやすい岩場に差し掛かり、雅子さまがバランスを崩してしまうことがあった。しかし、その時陛下は即座に手を伸ばし、雅子さまをしっかりと支えた。大丈夫ですか?と陛下が心配そうに声をかけると、雅子さまは少し照れくさそうにすみません。ありがとうございますと笑みを返した。その瞬間、二人は顔を見合わせ、自然と笑みがこぼれた。困難な状況でさえ、二人が共にいることで乗り越えられるという強い絆を再確認することができた。また、那須岳の頂上に到着した時、二人を包んだのは見渡す限りの絶景だった。陛下は少し息を整えながら、雅子さまと肩を並べて山頂からの眺望を静かに楽しんだ。ここまで来ると、すべての苦労が報われますねと雅子さまが言うと、陛下はそうですね、ここに来ることができて本当に良かったと答えた。二人は、その瞬間を共有することができたことに、心からの感謝を感じていた。そんな二人の登山には、いつも自然の中で互いを支え合い、共に成長する姿があった。2009年には、愛子さまを加えた家族全員で那須岳を再び訪れることになった。これが愛子さまにとって初めての本格的な登山であり、天皇陛下と雅子さまにとっても特別な体験となった。家族揃っての山登りは、二人の間に芽生えた絆が次世代にまで受け継がれていく象徴的な出来事だった。出発の前日、愛子さまは少し緊張した様子を見せていたが、天皇陛下はその肩にそっと手を置き大丈夫。お父さんもお母さんも、
愛子と一緒にいるよと優しく声をかけた。その言葉に励まされ、愛子様は笑顔を取り戻し、翌朝には元気いっぱいに山道を歩き始めた。那須岳の登山道を進む中で、愛子様は両親の背中を追いかけながら、足元の花や樹木に目を輝かせていた。時折、天皇陛下がこれは山ツツジだよこの鳥の声、聞こえる、と自然の解説をし、愛子様は興味津々でそれに耳を傾けていた。そんな微笑ましい光景を見て、雅子様はふと立ち止まり、静かに二人を見守った。その目には、家族の成長と一体感に対する深い感謝が宿っていた。家族全員で無事に山頂にたどり着いた時、風がさっと吹き抜け、三人は自然の壮大さに包まれた。愛子様はお父様、お母様、私も一緒に登れて本当に嬉しいと満面の笑みで話し、天皇陛下と雅子様は互いにうなずき合った。家族で共有したその瞬間は、彼らにとって一生忘れられない宝物となった。こうして、天皇陛下と雅子様は共に山を登りながら、自然の中で互いを理解し合い、支え合う時間を積み重ねてきた。山登りは、単なるスポーツや趣味を超えた、心のリフレッシュと絆を深めるための貴重な時間であった。彼らが共に歩む山道には、常に信頼と愛情が満ち溢れていた。自然の中で培われたその絆は、どんな困難も乗り越えられる力を二人にもたらした。登山というシンプルな行為を通じて、天皇陛下と雅子様は互いの存在をより深く知り、共にいる喜びを常に感じているのだ。険しい道も、穏やかな道も、二人が共に歩むその道には、常に心の絆が存在していた。